報告いたします。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使ビブパーキット、天王山シナリオの森家編ですね。第3話になります。まず内政とのとこ、砦とこれはいらない。準備でいっぱい立てよう。かしこまった、承知いたしました。ここはいらないね。ここも多分いらないんじゃないのかな。こっちだね、重要なのは。かしこまりました。かしこまりました。かしこまった。承知いたしました。ここら辺はいらないね。かしこまった。かしこまりました。で、かしこまりました。は。よし、宿場町ここに立つとこうか。はっ。こんな感じかな。で、ここら辺全然余裕で立てるような感じになると思うんで。で、一応防衛は大丈夫かな。じゃあ進めていきます。まだね、戦争できないんでね。で、兵糧入ってきましたね。報告いたします。ご命令を。まだ戦争できないよね。こことかい、あ、ここは行ってもいいのか。ただでも敵がいっぱい増えるね。現状の味方は敵になっちゃうもんね。まあ、千葉さん倒した後、あれですね、上杉に行くような感じですよね、流れ的にね。はい、承知いたしました。一応上杉さんとは、手を貸してやろう。仲良くしておきます。あ、上杉さん同盟組めるんじゃないの？ちょっと同盟、組めないのか。手貸して仲良くしてあげてるのに同盟組めないとか、意味わからないですね。上杉さん味方してやろう。手を貸してやろう。報告いたします。これより表情を行う。商業とタイムリーですね。これにて表情を終える。ご命令を。同盟結んでほしいんだけど、しょうがない。戦争はできない、まだ。闇取引やっていきましょう。兵糧は重要なんだね。この志、必ずや果たしてみせようぞ。兵糧を買って、あと馬が欲しいとかって、援軍借りるとき馬欲しい言われるから、馬を買っとこう。じゃあ、進めていきます。おー。上杉さんに味方してあげるよ、別に。いいね。手を貸してやろう。報告いたします。ご命令を。
戦争できるでしょ、多分。いいね、いいね、いいね、いいね。取引を行いましょう。じゃあ、今回は、勝てるね。これがぶつかった後、センス、いきます。うん。あれ？戦争しなかったね、多分。そのままなんか、んしたのかな？わかんない。よくあるんですけど、戦争します。今、自分ちとあれだもんね。ここら辺同盟じゃないもんね。よし。こうなったら、容赦はせぬぞ。助太刀に参った。上杉、お前。あんだけ戦争に協力しないってたのに。ひどいわ。うん。出陣するぞ。で、援軍を借りよう。馬用意しといたよ。お馬さん欲しいんでしょ？うん。いいでしょ、ここぐらいで。2500で。中国語とかでいいんじゃない？ここでいいじゃん。いいでしょ。出陣します。9400か。9400。それはそれでまた。出陣する。出陣する。2部隊で行けば楽だもんね。あ、こっちから行った方が早いってこと？ 17 か？いや、こっちで。出陣しよう。手を打とう。いや、これこっち行こう。出陣しよう。で、これが、ここ行こう。出陣する。で、これ一回解散して、あ、ここから武将で出るじゃん。出陣するぞ。こんなんでいいんじゃないのかな。うん。で、ここの部隊がパーっていろんなところに攻め込みに行けばね、いけるんじゃないのかな。行きます。制殺与奪、すべて勝者の思うがままよ。いい感じじゃないんですかね。この戦、我らの勝ちだ。取ったね。したらどっか負けそうな場所、特にないね。じゃあこれ返しとこうか。あ、じゃあここに入れとかないとダメだ。通り魔的な殺人にされると困る。通り魔的にサグッと落とされていくとね。6000いくつ？これはちょっと厳しいから、こっちにちょっと移動しとこうか。出陣しよう。これ、攻撃で。包囲もできる？包囲にしとこう。貴様ごとき、我が敵ではない。どこ落とした？どこ落とした？あー、ここ落としたのね。はい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 。
で、4000と2200で来る。じゃあ、手を打とう。ここに行って、ここで、4000の予想を少しでも減らそう。出陣する。あ、どっか帰ったぞ。まあ、どこが帰ったのかよくわかんない。そのまま進めていきます。通常攻撃にしろ、強行にして途中で兵が終わると困るんで。報告いたします。ご命令を。これ今回攻め落とさないと、あれですね、武将の数見ればわかるんだけど、拠点の方が多いんですよね。今回攻め落とさないと、ちょっと厳しくなってくるかな。兵糧。かしこまった。兵をね、増やして。はっ。で、兵糧を買おう。取引を行いましょう。ありがとうございました。で、半分売って、うまく買っときます。あー、買えなかった。はっ。さあ、どうなる？あ、ここ入っちゃったか。多分大丈夫だね。行こう。一人じゃ落とせない。一人じゃ落とせないね、これ。いいです。150日持てばいいんです。150日持てばいいんです。落とす落とせないんじゃない。耐えればいいだけです。これも、これ強行で大丈夫だね。考えます。考えに立てば、こいつが動かせるようになる。兵糧を持つかな、3ヶ月。兵糧、ちょうど持つね、90日。じゃあ闇取引で買っていけば多少は、延長戦はいけますね。4400でこっち来るんだ。こっから出そう。こっから。後に続け！行きます。どっかが帰ったんだけど、どこが帰ったのかさっぱりわからない。これも、行きます。こっちに狙おうか。後に続け！じゃ、これがこっち行く？いや、これここで待ってよ。行こうか。待ってて、いざ参ろうか。こっちに当たったらこっち行こうか。当たるとき。待機せよ。よし、これで、行こうか。進むのだ！多分こっち行くでしょ。で、こいつは多分出てくる3部隊な。はい、はい、ありがとうございます。これが我が部、我が力ぞ。あ、これ包囲できるじゃん、3部隊いるから。3部隊いたよね。かしこまった。かしこまりました。いいじゃん、これで包囲しとけ。で、ここら辺は問題ないから、チーム向かおう。で、これもこっち向かおう。後に続け！そうすると全部、これはもう全部包囲できるような感じになるんで。今ぞ、攻め込め！で、出てきた。我らに歯向かうと、愚かなものよ。あ、勝っちゃった？まさか勝っちゃうとは思いませんでしたね。これ解散だ。
勝てないと思ってね、舞台多めに持ってったんですけど、勝っちゃいましたね。報告いたします。これより表情を行う。これにて表情を終える。ゲチを。闇取引します。あ、これじゃない、これじゃない、間違う間違う。この志必ずや果たしてみせようぞ。いろいろ買っておきます。ありがとうございました、半分売ろう。取り計らいます。仰せの通りで群馬買おう。仰せの通りに群馬半分買おう。仰せの通りにではっ。で、上杉のと多分戦争しなきゃならないので、撤去。こんな感じで、撤去して、あと撤去、ここもいらない。あれ、まあ撤去しなきゃいけないのいっぱいありそうだね。文献所の下、あった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 。たら承知いたしました。ここで、ああ、6万5000か。6万5000、そんなの当ててたら、勝負にならないですね。ここで、勝負か。ここで勝負。するには、ここで、ここで、2万以上持ってかなきゃいけない。発展。まずここら辺、転させて。かしこまった。かしこまりました。あー、もうこれじゃできない。そしたらここ1枚以上、勝負できないよ、これ。あれでしょ、戦線っぽくって、これってあれだよね。仲いいんだよね、この、真田と上杉はね。北条と仲良くしてみようか。北条と仲良くして。承知いたしました。同盟結べば北条から兵を借りてピュッと行ってみようか。じゃあ進めていきます。負けられぬのでな。あ、武将一人入ってきた。いいんじゃないの。17の15まで来ましたね。報告いたします。先月の収支です。ゲチを。兵糧を買います。取引を行いましょう。ありがとうございました。半分売って、ありがとうございました。売れ買って、買えなかった。はい、じゃあ進めていきます。情けは無用。はい、ゆりがみさん、はい、ありがとうございます。勝たねば生きる道はなし。それが乱世。はい、返します。今どんぐらいいるんだろうね、これ。ちょっとウィルスネさんすげえでかくなりすぎだよな、これね。影勝さん、ごときが。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。ことじけなし。あと69日。大丈夫だね。勝てるね。勝てなさそうだったらこれ持っとこうかなと思ったけど、いいね。返そう。あと30人。ああ、30人入ってくれば、なんとかなりそうだね。北条打てど文は届いています。求めに応じますか。応じましょう。
せっかくね、親善深めたんですよ。親善深めようと思って仲間にしようと思ったんですよ。報告いたします。先月の収支です。ああ、深く打てと。ご命令を。打てと。せっかく親善深めたのに。ずるいな、ちょっとひどかったな。ということで、あと、ここ落とすところまでやっちゃおうか。ああ、2ヶ月か。2ヶ月だと10分くらいかかるね。やめた方がいいね。はい、ということで第3話この辺でね、終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。